1953年、柳田誠二郎9月2日から1993年11月18日は、日本の実業家、日本航空社長を務めた。栃木県足利町に、木戸省、柳田武一郎、里の次男として生まれる。高等科2年を終えた13歳の時、上京して、諸井と三郎の養子となった。諸井と三郎の妻倉は、母里の妹である。 経過中学校、第一高等学校を経て1917年4月、東京帝国大学卒業、日本銀行へ入校する。1942年5月に日銀理事となり、1945年10月に日銀副総裁に就任。しかし、国の外資事業の責任者であったことから、1946年6月に公職追放を受け、日銀を去る。 追放中経理士の免許を取り自宅に経理事務所の看板を掲げる。最初にやってきた客は死者区加納九郎だった。1951年追放解除後、藤山愛一郎の水番を受けて同年8月1日に日本航空社長に就任した。宗教は全宗。趣味はゴルフ、将棋、長唄。大学時代は猛烈に勉強した。また、 前週に打ち込んでしばしば家で座禅をしたという。亀井寛一郎に勧められ岡田虎次郎を訪ねて、以降、晩年まで岡田式成座を続けた。柳田は、私の履歴書に、大学時代は夜寝るのも惜しんで猛弁した。その上お寺にこそ行かなかったが、依然前週に打ち込んで、家で座禅を続けていた。そして先人に習って、我が身を苦しめ、それに忍耐し、 国旗努力することばかりやっていたので、いつか精神主義が勝ちすぎ、気ばかり強くなっていた。と書いている。私の履歴書、第20百286ページによると、演奏は柳大津守という足利家の家臣である。12世紀頃の平安末期に、日向国の柳田号から出てきて、足利義国の従者となったが、足利三大将軍。 吉光の時先行によって、足利の章の中里の地をもらって、宝福寺を建てた。本家の柳田一郎衛門は、伊豆守から二十四代目にあたる。父、竹一郎は、柳田本家に養子に来て、文家独立し一家を構え木糸章を始めた。店は、次第に大きくなり太平洋戦争の始まる頃には、両毛地方切手の大手筋になっていたという。ありがとうございます。